今日はね、シーンでまたちょっと T シャツとバッグを購入したので開けてみたいと思います。大体5000くらいかな、5000くらい買い物したね。来るの早いよ、1週間くらいだった。こういうさ、安い袋に入ってくるから、それも節約してるっていうか、お金かかってないだろうね、この袋代がね。穴開いてるよ、ここから開けちゃおうか。そう、ファッションバッグって書いてあるけど、これちょっと買い物行くときにね、デニム生地のバッグが欲しかったのね、前から。これ結構入りそうだよね。なんかちょっとクタクタした感じはするけど、こういう感じでさ、まあ、ちょっと買い物行ったらいっぱい入りそうみたいなね、うん、結構入りそうだよ。なんかまたこのクタクタした感じがいいよね。なんか日本のさ、商品って結構きちっとできてるから、なんかラフな感じでいいっていうかね、そんな感じがする。きちんとできて、なんていうのかな、きちんとしすぎてるから。これ1000円くらいだったような気がするな。これすごいかわいい。この布のさ、素材が好きなんだよね、ナイロンとかよりも肌触りがいいからね。あ、これいいわ、結構いっぱい入りそうで。で、T シャツね、 T シャツ、はい、ちゃんとさ、ジップロックみたいになってんの、袋。これ使えんじゃない、また、なんか入れられそう。これ猫の T シャツ、結構ね、綿だね、これね、素材が中国製だけどね。この間買った T シャツがさ、ちょっとすごいいい感じだったんだけど、これはまたちょっと素材が違うね、綿素材だね。でもまあ汗吸い取りそうでいいね。すぐ伸びちゃったりしてね、ここはね。ちょっと着てみないとわかんないけど、猫の柄ね。なんかプリントされてるところは、なんだろう、ゴムみたいな。でもまあ剥げにくそうだよね。これカーキのやつちょっと珍しいんだけど、あったのね。で、これね、肉球のやつ、肉球の T シャツ、 L サイズで、これ XL なんだけど、この猫の絵が可愛いから、みんなね、猫のさ、 T シャツってなかなか売ってないんだよね。島村行ってもさ、あんまりこういう可愛いの売ってないから、すごいいいなと思って。こう猫がね、プリントされてる、なんかビニールみたいな感じだね。なんか、うん。で、これね、5枚。T シャツ1、2、3、4、5枚と、猫のバッグと、買い物トートバッグ。これで5000円くらいだったんだよね。比べてみてもさ、日本のさ、製品ってさ、すごくしっかり作られてんだよね。これ1200円だから、手作りでさ。ね。きちんと作られてんの、トートバッグ。でもほら、中国製っていうのはもう本当にさ、もう生地縫い合わせただけみたいな、そんな感じ。ペラペラな感じで。もうそこなんかほら、ちゃんと作られてってしょ、日本の製品ってこうってさ。ね。そこなんかないよ。もう生地と生地合わせただけっていう、そんな感じ。これで1000円くらいだからね。200円くらいしか変わんないんだけど、もうちゃんと作られてるよね、日本の製品のが。でもまあいいです。こういう、ちょっと、ね、デニムの生地のやつが欲しかったから、買ってみました。1000円くらいだからね。安いから。これめっちゃ可愛いよ、このバッグ。ちょっと気に入ったかな。ね。長く使えそうな気がする。ちゃんと底もね、できてるし。なんかこれだったら自分で作れそうだね。やろうと思えばできるんだけどね、ちょっとめんどくさいだけで。安いと思う。
最初中国のやあれだからさ、大丈夫かなと思ったんだけど、1枚買ってすごい良かったからね。すごい安いのね。で、可愛いのね、猫の絵が。なかなかないから、こういうの。もしかしたらね、首のとことかも早く伸びちゃうかもしれないけど、まだわかんないよね。この間買ったやつはね、全然伸びてない。やっぱ1000円近くしたからね、1枚。これは5、600円だから、ちょっとあれだけど。でも、可愛い猫のね、柄が。早速洗ってね、全部おろしていきたいと思います。久々に服買ったって感じ。何年も買ってなかったけどさ、なんかおすすめで出てきて、そのシーンっていうね、いつも携帯見てるから、で、なんかすごい可愛いなと思って。なかなかないよ、こういう猫のさ、バッグ。こんなの売ってないもん。こんな500円くらいで買えないもん、まず。日本で買ったらさ、こんなのさ、いや、1200、300円するでしょ。自分でね、作れればいいんだけど、めんどくさいしね、バッグなんか作るの。やり方わかんないし、裏地なんかつけるのもめんどくさそうだしね。やる気になればできるんだろうけど、まあ、買っちゃった方が早いね、500、600円だったらね。こんな感じでね、最近ちょっといいなと思ってるよね。シーンっていう中国の、なんていうのかな。ネットで買うんだけどね。すごく安くてね、割といいなって思ってます。怪しいって最初思ってたけど、全然怪しくない。ちゃんと来るし、早く来るしね。1週間かかんないで来るから、中国からね。すごくいいと思います。着てみたらめっちゃ可愛い。XL でさ、ぴったり。XL でも全然、絵がめっちゃ可愛いね、これが。これはちょっと大きいかな、サイズ。みんな XL にしたのね。一つだけ L にしたのね。これも可愛い。これ思ってたより可愛いね、これは猫。猫の T シャツ、島原にも売ってないしさ、500円で買えないしさ、まずこういうのね。素材も悪くないよ。そんな悪くない。伸びるような、すぐ伸びちゃうような感じは今んとこしないけどね。ほんとかわいい。これが L サイズね。ぴったりかな。L サイズでもいい感じ。かわいいね、肉球ね。最後はこれかな。XL はちょっと大きすぎるけど、まあ、L でも入るかなって感じ。私はゴリあんまり似合わないんだけどね。